イケメンフォトへようこそ。どうもこんにちは。今回は男性アイドルランキングトップ10を紹介します。メンズアイドルのナンバーアイに輝くのは誰でしょうか。私は岸くん大好きなのですけど、ヤマピーも好きです。なかなか一人に決められませんよね。皆さんの推しはランクインしているでしょうか。それでは早速ランキングに入りましょう。第10位、スノーマンのメンバーである佐久間大介さん、愛称はさっくん。ビジュアル、キャラクター、実力すべてが最高峰。アイドルとしての歌やダンス、アクロバットも素晴らしい。かっこよさと可愛さのギャップで沼に落ちる。何事にもポジティブに楽しむ姿勢を尊敬。推し活の楽しさを教えてくれました。などの声が寄せられていました。さすがダンスやアクロバットなどの称賛する声が多かったです。それはそうでしょう。なんと佐久間大介さん、ダンスが上手いジャニーズランキングで1位を獲得しています。現在放映中の映画マッチングにも出演していますよ。金髪姿でストーカー役だとか、演技の方も絶賛されてます。魅力たくさんな佐久間さん、これからの活躍にも期待ですね。第9位、元キング&プリンスのメンバーであり現在ナンバーアイとして活動している神宮寺勇太さんがランクインです。アイドルになるべくして生まれてきたと言っても過言ではない。スマイルとセクシーな表情を使い分ける振り幅の広さも魅力。正統派王子様、水分量の多いキラキラの瞳もポイント高い。ファンさも全力で、アイドルの鏡などの声が寄せられていました。この間久々にテレビに登場しましたね。歌もダンスもかっこよかったですね。これからたくさんテレビでもライブでもいろいろな活躍を見せてくれることでしょう。私ナンバーアイ全員大好きなので嬉しいです。今後の活躍に期待ですね。第8位、元キング&プリンスのメンバーであり現在ナンバーアイとして活動している岸優太さんがランクインです。ナンバーアイのメンバーが2人続けてランクイン、とっても嬉しい。なんだったらもっと上位でもおかしくないのにな。天然おバカで愛されたら、バラエティで見せる顔と歌ってる時のパフォーマンスに差に沼落ち。イケメンなのに爆発的天然によって皆に愛されてる、などの声が寄せられていました。岸くんといえば天然でおバカキャラですが、それだけではないんですよ。とっても男気に溢れてる人なのです。キング&プリンス脱退の際も最後まで平野くん一人が不利にならないよう、どんな好条件をつけられようと旧ジャニーズ事務所側に屈せず自分を貫いた男なのです。今回ナンバーアイとして3人で活動できて本当感動、嬉しい限りです。そして雑誌の表紙も飾っております。そのインタビューにて3月14日より17日まで開催中の東京ドームで行われているコンサートについての意気込みも話しています。進化した姿もお見せしたい。でも一番は感謝ですね。日頃応援してくださっている方たちはもちろんのこと、僕たちのためにコンサートに来てくださる方々へ感謝の気持ちでいっぱいです。これからも皆さんと一緒にどんな時間を作っていけるかも僕は楽しみにしてますね、と話しています。私もドームに会いに来たかった。ちょっと長くなりましたが今後の活躍に期待ですね。第7位、キング&プリンスのメンバーである高橋海人さん、弟感がすごくあってアイドルって感じが良い。ダンスがすごい。緩急のあるキレキレのダンス、目線や頭の向きにまで色気があってセンス抜群。普段は甘えん坊で可愛いのにダンスを踊り出したらめっちゃかっこいい。やっと萌え。漫画家とアイドルの両立すごすぎる。可愛いとかっこいいを兼ね揃えているかいちゃん天才、などの声が寄せられていました。またアイドルとしてではなく演技でも実力を発揮していますね。4月期から始まるドラマ9号にて主演を務めるみたいですよ。今後の活躍にも期待ですね。第6位、スノーマンのメンバーである渡辺翔太さん。スノーマンのメインボーカルですよね。歌声も顔も声も演技も性格も面白さも完璧。メンバーからも5歳なのかなと突っ込まれるほどの天然。可愛い。感情を素直に伝えてくれるから大好き。歌唱力に定評があり、ダンスも得意。素敵。渡辺翔太の歌声はスノーマンの宝。この人の歌声最高。イケボ。透き通って甘い声している。ほんとやばい、などの声が寄せられました。また1月期から放送されているドラマ先生さよならで主演を務めるなど、アイドルだけではなく演技でも魅了していますね。今後の活躍にも期待ですね。第5位、平成ジャンプのメンバーである山田涼介さん、やっぱりランクインしていましたね。演技力も高く、アイドルとしてのパフォーマンスも高い。目のキラキラしててアイドルとしてかっこいい。完璧なビジュアルと輝き、オーラのお文字のトップアイドル。ライブでのファンサービスがすごい。ファンさも最高、などの声が寄せられました。皆さんの声にあるように山田涼介さん、高熱でもライブのステージに立ち笑顔でファンを迎えたみたいですね。苦しくても表情に出さず笑顔でファンに応えるその精神、まさにトップアイドルですね。現在放映中の映画サイレントラブでも主演を務めています。もう皆さん見に行きましたか？私はまだ行けておりません。
今後の活躍にも期待ですね。第4位、なにわ男子のメンバーである道枝駿佑さん、通称みっち。世界にこんなイケメンがいてよいのだろうか。演技力も抜群、背は高いのに笑顔は可愛い。とんでもない美少年からとんでもない美青年になった。もうすべてがかっこいいし可愛い。次世代の完璧ミラクル王子様、完璧キラキラ王子、どこから見ても美しい顔立ちなどの声が寄せられました。現在1月期から始まっているドラマ「マルスゼロの革命」にてゴールデンドラマ初主演を務めています。可愛い道枝さんの金髪姿というまた違った姿に魅了されることでしょう。まだまだ若い道枝さん、年齢を重ねるごとにどれだけ成長してどんな活躍を見せてくれるのか期待が高まりますね。第3位、スノーマンのメンバーである目黒蓮さん、愛称ハメネ。私の目黒蓮さんのイメージはドラマサイレントでのあの圧倒的な演技力の高さ、もう1回1話から見返したいですね。そんな目黒蓮さんにはビジュアル完璧、中身はイケメン、頭はおバカ、抜け目があるアイドル、見た目も中身もイケメン。彼の優しさは声や喋り方にも現れている。もちろんかっこよい、でも誰よりも努力しているところが好き。滝沢歌舞伎で一人のメンバーが怪我で出演できなかった時に代わりにオールして1日でダンスを覚えるなど誰よりも努力している。男らしさと上品さの夢のコラボレーション、心も美しい、スタイル抜群の美少年、女性が求めている魅力を全て兼ね揃えている男などの声が寄せられていました。さすがすごい人気ですね。イケメンなだけではなく心も美しいという声がたくさんありました。そして1年を通して優秀な活躍をした俳優や映画ドラマ等を表彰する2024年エランドール賞の新人賞に選出されていましたね。フジテレビ系ドラマサイレントでの演技が高く評価され、 NHK 連続テレビ小説舞い上がれ、映画私の幸せな結婚、 TBS 系ドラマトリリオンゲームと様々な作品で活躍している目黒さん、受賞式では名誉ある歴史のあるエランドール賞新人賞を受賞できたことが本当に嬉しく思っていますと喜び、本当にたくさんのスタッフの皆さん、共演者の皆さん、そして何より作品を愛してくださった皆様に支えられてここまで来られたと思うので、全ての方に感謝していますと感謝を述べていました。振り返ってもすごい活躍ですね。今後の活躍にも期待ですね。第2、キング&プリンスのメンバーである永瀬廉さん。国宝級イケメンでありながら、中身は茶男子大学生、ギャップ萌えの王子様、クールな顔立ちと話し方からツンとしたイメージを持つ永瀬廉さんですが、ふやっとした笑顔や優しい歌声がたまりません。イメージ通りのガンガン飛び出す関西弁のツッコミがいい。キング&プリンスのメンバーの中では仕切り役ですが、普通に隠れてんねん。かわいい。可愛かったりかっこよかったり面白かったりする永瀬くんが大好き。イケメンだしめっちゃイケボなところは好き。神が授けた特殊な声、猫系努力家王子様、普段はあまり力入ってませんって感じだけど実はすごい努力家などの声が寄せられていました。メンバーからもジャニーズで一番の努力家だと呼ばれるくらいの永瀬廉さん、それを見せないかっこよさ素敵ですよね。そんな永瀬廉さん、4月期からスタートするドラマ東京タワーで主演を務めることが決まっています。楽しみですね。アイドルとしても俳優としても今後の活躍に期待ですね。第1、元キング&プリンスのメンバーであり現在ナンバーアイのメンバーとして活躍中、平野翔さん。やっぱり1位は平野翔さん。平野翔さんが入らないなんてことはないですね。資格なしのイケメンフェイス、どこから見ても完璧なイケメン。アイドルとしての最低条件であるダンスと歌は圧倒的最高レベル。実力だけではなくスター性、表現力、オーラを兼ね揃えているスーパーアイドル。ダンスと歌の最高な実力と話すと天然な愛されおバカキャラのギャップ萌え、内面から溢れるイケメン、キレキレのダンスも最高、ハスキーな声も魅力的、ダンス、歌、演技が上手い、そしてイケメン。それだけでなくおともぎがあって芯がしっかりしていてブレない強さがある。素敵。天然で可愛いのにマイルドヤンキー感もあり、でも中身は素直で誠実、国宝級イケメン。名だけでなく努力を絶やさない姿がかっこいい、外見だけでなく中身もかっこいい平野翔などの声が寄せられました。キング&プリンスを脱退しどうなることかと思っていましたが、ナンバーアイとして復活してくれました。今の活躍ぶりもすごいですよね。個人のインスタグラムアカウントも開設し、プライベートショットやダンス動画の投稿、インスタライブなど様々な形でファンを楽しませてくれていますね。インスタグラムを通じてこんなに平野翔さんのことを近くに感じられる日が来るなんてと思った人も多かったのではないでしょうか。そんな平野翔さん、ファンの皆さんと僕たちでクリエイティブ面でも突き詰めたものを提供して素敵な時間を作っていきたいと抱負を述べています。心強い2人の仲間と共に
どんなグループになっていくんだろうねと自らも期待感をあらわにしつつ、ファンの皆さんと一緒に思い出を刻んでいくグループになるには苦楽を共にしたい、泥臭い俺たちも見てもらいたいと話していた平野紫耀さん。その言葉は大きな決断を下して前へ進んできた自身の姿にも重なる。さらに音楽制作に関しても突き詰めたもの、振り切ったものをやっていきたい、誇れるものを作りたいと語ってました。そして音楽活動のスタートとして配信されたゴートでテレビ出演をするなど、テレビの世界にもかっこいい洗練された曲とともに戻ってきましたね。現在東京ドームで行われている To Be Artist によるコンサート、私は行けませんでしたが、本日3月17日17時半頃より Amazon プライムで配信されていますよ。世界に向けて配信されており、世界に向けて活躍を目指す、今後の活躍にも期待ですね。俳優としての姿も早く見たいですね。長くなりましたが、以上、男性アイドルランキングトップ10でした。ちなみにですが、旧ジャニーズがランキングを総なめしている中、15位にディッシュのメンバーである北村匠海さんがランクインしていました。唯一ジャニーズに対抗できる男、などの声が寄せられていましたよ。皆さんが好きなアイドルはランクインしていたでしょうか？元キング&プリンスのメンバー5人がランクインする形になりましたね。違う形になったとしても、5人全員の今後の活躍が楽しみですね。それでは、またお会いしましょう。よろしければチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。